はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病、闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、骨髄移植後における目の副作用の話と、今の僕の体でのそれに対しての治療法をお話しします。今ね、白血病になってですね、骨髄移植をした副作用でね、目にもね、影響がね、出ます。最近の動画でね、この僕も今日もそうなんですけど、この僕の目がこうパシ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 こうしててね、眩しそうにしてる映像になってると思うんですけども、まあ、その先日その病院でね、通院でですね、眼科を受診した時にですね、またこの目に糸状のやつが出てますわってね、言われまして、まあ、これはね、昨年の秋頃から始まってしまったね、視床角膜炎ってやつですわ。これはね、その骨髄移植の目の副作用での乾燥と、その季節の乾燥でね、そのダブルでね、影響してまして、まばたきをするたびに、この僕の黒目がですよ、の部分がね、まぶたに擦れてね、傷がつくんです。で、その傷を目の細胞がね、こう修復しようとして、自己防衛反応ですかね、ちゃうわ、治癒力ですね。その治癒力で、細胞自体が治そうとして、この糸状の細胞をね、過剰にね、生み出してしまってですね、まぶた、逆にまぶたに擦れて痛くなる症状です。こうね、ただでさえですよ、目が乾燥しててね、まぶたで擦れたらね、痛いのにね、こうさらにこう黒目の表面がね、ボコボコしてる糸状なんでね、こう糸状のやつがランダムに出てくるわけなんでね、まぶたに当たってね、痛いんですよ。それがね、非常角膜炎なんですけども、まあその今回はね、その症状が出てきてますよとね、言われましてね。まあでもその症状はね、毎日出るわけじゃなくて、ほんまにいつ出るかわからないんですよ。その自覚症状としてはね、まあただの乾燥かなと思ったんですよ。ああ、また今日目乾燥してるわ、ぐらいの感覚でですね、思ったんですけども、その自分でね、その糸状の細胞をね、匂おうとしてもね、見えませんし、こうどんだけぐーってこう、鏡にね、近づいて匂おうとしてもね、ほんまに見えへんのですよ。無理です、本当に。だから、その、できることといえばですね、目を乾燥させへんことと、まあ、目薬をさすぐらいですね、まあ、今後の治療法としましてはですね、まあ、以前も、その、紹介しました、白いね、目薬をね、続けていって、経過観測ですね。あと、それとね、早く、この骨髄移植の副作用がね、和らいでくれるのをね、願うことです。まあね、涙さえ出てくれればいいんですけども、まだその右目からはね、涙がね、流れないのでね、すごい辛いです。入院中はね、その視床角膜炎の症状がね、激しかったので、取ってもらうことがあったんですけども、まあ、取ってもらうっていうのはね、その余分な、過剰に出てきたその糸状の細胞をね、目薬型の麻酔液でですね、目の感覚を麻痺させて、麻酔が効いてきたらピンセットでこの僕の目の黒目のね、表面に出てきた糸状の細胞をね、こうピュッ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 ってこう取るわけですよ。もう目の感覚はありませんけどもね、目は見えてるんで、このピンセットがブーってこう近づいて、挟んでは取ってっていう動作がね、もう全部見えてるんです。でもね、感覚がないので、全く痛くないんですよね。もうあれは変な感じでしたね。まあ、今回もそのようにしてね、撮ってくれたらよかったんですけどね、してくれませんでした。まあ、撮ってもらうとね、まあ、それが続くと目が見えにくいのでね、まあ、いくら目薬でね、潤いを与えても、糸状の細胞がある状態では、そのね、瞬きするたびにゴロゴロして痛いんです。だからね、まあ、次回のね、通院ではね、撮ってくれるか、ちゃんと聞いてきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。
そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。